どうもこんばんは。あ、それ冷たいじゃないよ。今日は初めてホタネと一緒に寝てみたいと思います。イエイ。こんな初めてだもんね。こんな感じで廊下にお布団を敷いてみて、一緒に寝てみたいと思います。で、夜中結構ね、泣いたり暴れたりしてるので、果たして一緒に寝たら夜泣きが収まるのか、朝まで僕らと一緒にぐっすり寝られるのかをとトライしてみたいと思います。はい。そう、今までもね、もっと早くやればよかったじゃんとかあると思うんですけど、まあ、こうやって寝具とか用意して、なんかそこについたものとかをまたこうなんか除菌してとか、そういうのが難しいし、あとそれね、一回甘やかしたことによってもっと夜泣きが激しくなったりするっていうのが、まあ、ちょっと懸念されたので、こうやって OK が出て一緒になれるということで、明日対面前夜なので、じゃあ明日、今日が対面前夜なので、まあ、ちょっとホタネにサービスということでね、3人で寝ようと思います。サムズの足元で落ち着いてますね。今日はそこで寝るの？高級ベッド高級ではない、ベッドのね、お値段通りベッドですね。楽しそう。今までね、一人で寂しく寝てましたから。ね、今日は一緒だよ。もう明日からずっと一緒だよ。そう、明日から一緒やからね。今日は今までの食材も込めて。今日はサムジ君、一人で寝られます？おいで、サムジ、おいで。今日はホタネと一緒に寝るので来るか？おいで。かわいいな。はい、行っちゃうんか。はい、あいで。じゃあ今日は一人でいい子に寝ててね。余裕やね。
皆様おやすみなさい。そう、そこで寝るの。おやすみ。じゃあ、ホタネさん、おやすみ。寝られる？ズボリ。サムジもほとんど寝てねえだろ。てか俺全く寝れんかったし。うん。すごい。は？ずっとババって言って、2時間ぐらい多分どっかで落ち着いとったのかな。うん、2時間ぐらい落ち着いとったけど、また朝5時ぐらい多分ドタバタしとって。俺多分その2時間のうちの1時間寝たんかなぐらい。だから結局廊下で片方が寝るっていうのは、その1日2日じゃ無理。最初から片方が寝て、うん、ずっとやってたら夜寝るっていう習慣ができるけど、もう夜起きてるという習慣がある中で、うん、どちらかがいると興奮しちゃって、うんうん、ずっと騒ぐんだよね。
え、そっちもうるさかったの？寒いでずっと起きた。起きとった、やっぱり、うん、もんでそれで寝れんかった。うん、気になっちゃって。うん、で、何回も寝かせようとしたんだけど、うん、無理だった。ということで、お互いに結局寝不足になるという最悪なパターンでした。今日こそ厳しそうだけどね。だんだんこっから。だから、この彼らが駆け回ってるのはスルーするっていうところね。